こんにちは、ミスター M さん。今回のね、モッピーとっても良かったですね。驚きの売り上げが出てました。そしてタイトルもね、なんだろうと思ってついついクリックしちゃうようなタイトルでしたよね。タイトルはね、50歳親父がモッピーをがむしゃらにやったら驚きの結果に、ということですけども、まあ強いて言うならもうちょっとコンパクトなタイトルにちょっとした方がいいかなと思いますね。だいたい15文字前後でタイトルって作れると、まあ、いいかなと思うんですよね、うん、で内容の方なんですけども、もうこれもね、十二分に扱えてるなっていうのと、わこの売り上げすごいなと思わせるところがしっかりと入ってまして、しかも短めにねまとまっていたんで見やすかったと思います。まああえてですね、その中でもちょっと私なりにアドバイスをさせていただけるものでしたら、2点ほどね申し上げたいと思います。一つはですね、否認条件、いわゆるその規約といいますかね、利用規約をちょっと読むように促した方がいいってことなんですよ。その利用規約も ASP の利用規約だけではなくって、案件ごとの合格条件、否認条件ですよね。どうやったらダメですよとかね、こういうのはやめてくださいよっていうのが必ず書いてますんで、そういったところね、しっかり見ることだと思います。これが1点目。2点目なんですけども、この面談をして成果報酬っていうのは、実はね、面談が1回とは限らないってこともきちんと申し添えておいた方がいいかなと思います。例えば、不動産のね、面談なんですけども、最初面談して、まあそこそこね、不動産の概要を知ることとマーケットをね、いろいろ教わって、それで確定じゃないんですよ。次は、いつにしましょうかっていうふうに語りかけてきて、今度はね、実際の見積もりの書類を一緒に読みましょうって話になるのが結構たくさんそういう案件があるんじゃないかなと思います。不動産に関してはね。で、そうなった時に次はいいですってなると、これはね、成果報酬が確定しないんですよ。やっぱ最低でも2回あって、あ、この人買ってくれるかもっていうふうに業者さんに思っていただかないと、1回目で次はいいですっていうと、これはね、冷やかしと取られたりとか、あ、やっぱりポイント目当てなんだなっていうふうに判断されて、面談却下っていうふうな形でね、報酬が入らないことになるんですよね。まあこの辺はね、面談を何回となくやってきた私だからこそ言えるんですけども、まあ実際にやってみるとね、すんなり1回でっていうところもあるんですけども、あれで大体ね、2回目とか3回目の面談につなげていくんですよね。それは向こうは商売ですから、なんとしても次なんですよ。だって1回目でセルフバックとはいえね、1回目で売り上げが立つっていうか契約が起きるなんて思わないですから、大体ね4回ぐらいは会えるように粘ってくるんですよね。これはね、相手の立場になってみるとよくわかるんですよ、だからこういう点ですよね。2点ね申し上げました。1つはですね、ちょっとこの動画の中に利用規約ちゃんと読みましょうねっていうところがあったらよかったかなと思うのと、あともう1個は、面談は1回とは限らないんで皆さんご用心くださいってことをね申し添えていったらどうかなと思うところですよね。その他ね、ミスター M さんが体験したセルフバックの面談の時のポイントなんていうのをね、後日談で申し添えていくと、とってもねいいんではないかなと思います。では次の動画を見せていただきますね。ありがとうございました。